えー、こんにちはお疲れ様ですタカさんがね話し方の順番っていうことで動画作っていただいたんで私はその話し方っていうのにまたね別の切り口を今回、えー、提案してみようかと思いますまあ話し方っていうのは順番の話もありますけども抑揚のつけ方とかねストップモーションとか要するに行間を開けてみるとかねそれからこうタメですよねうーんそうですねこれは大事なことなんですよっていうふうにタメを用いてね わざとこれね小泉進次郎さんがね結構得意なんですよこのためっていうのは小泉進次郎さんって言葉を発しながらね沈黙も必ず使うんですよだからちょっとのんびりした印象を受けるんですけどもでもその要点をね切りながら話していくっていう独特なスタイルでまあ聞きやすさっていうのを強調してるんですよねこの動画などを見ていただければと思いますでえっ、ー、と山本太郎さんとかは多分国会議員の中でも まあ、トップ手に入るぐらいお話が上手なんですよね。それは相手の感情に訴えかけてくるんですよ。聞き手がどんな状況にいるのかそして苦しい人はどんな表情をしているのかっていうことを自らの身振り手振りり手で訴えかけてくるんです,よ、ねまあ、ですんで話し方って順番も大事なんですけども相手の感情をどのように動かしていくかっていうふうなこういうふうなねアクションが大半を占めている7割以上を占めているというふうな研究結果もあるそうなんですよ。 まあですんで、私が常々言いますけどもね、言葉を使う、まあ一般の人よりも、前回障害者って言葉を使ってね、僕この言葉がすごく嫌いなんですけども、まああえて使いますけども、知的障害とかね、発達障害のある、その言葉が使えない方、障害者の方の方が気持ちが伝わりやすいんですよ。お互いに。これはね、言葉を使わないからとも言えるんですよね。要するに、人の意思を伝えるのが7割ぐらいが、 身振り手振りだったりそれからアクションだったりすること表情だったりすることって鑑みるともはやもう言葉はいらないなとむしろ言葉があるからごまかしとかそこに誤解を与えたりするようなベクトルが働くんですよねあえてどっちでもいいようなどっちとも取れるような言い方をする人が大半ならそういうことじゃないかなと思います、まあ、要するに、ね、よく分かんないんですよ喋、うん、れば喋るほど人っていうのはよく分かんないんで、えー、もう非常に不愉快というかね <laughs> うん、コミュニケーションがだんだんねこう上手な人はやめていく下手な人は言葉をロするでなかなか伝わんないんでこれほど一生懸命伝えてんのになんで分かんないのみたいな感じで相手に責任を貸すんですよねでもお前の話し方がまず悪いというね <laughs> そういうことだったりするんでまあタカ、ね、さんの話し方でこうなんですかね4つのステップがありましたけども最初に結論 私はイエスだと思いますなぜならみたいな感じでねそして例えばだからイエスなんですっていうふうな、ん、順番も大事なんですけども、まあ、もう一つねどのように伝えるじゃあこれから一つ例を出しますけども会社に出勤して何かミスりました上司の人がやってきてねお前も首だク明日から会社やってこなくていいよっていうふうに目を見てこうね眉毛をつり上げてね指をさして言ったらどうかなと思いますよねでも また別の場面で「<laughs> お前またやったんか」「お前もうクビとやも明日からやっとかなくていいよも参ったな」みたいな感じで言ったら「本当にやめる人っていますかね」つまり言葉としては一緒でもアクションや表情が違うことによって受け取り方は全然違ってくるってことなんですよじゃあここで一つ YouTuber として課題なんですけども覆面 YouTuber をする時に表情や身振り手振りっていうものが使えないこのハンディキャップを乗り越えるためにじゃあどんな別の スキルを使ってそこを補填してているのかっうなると対等ではいられると思うんですけどもまあ多くの方が考えてらっしゃるのはそこじゃないかなと思うんですよ。確かに顔出しをしない YouTuber っていうのは魅力的であってできれば自分のことをね世の中にさらさずにお金だけ入ってくればいいなって考えてらっしゃるけどもでも私もよく質問いただくんですけども、まあ、久保さんのような伝え方とかね身振り手振りとか時にはこうやって物を持って分かりやすく伝える商品を持ってね そういううういいいいいのが顔出しをししをなななととできないんでででできんんここれれはどうすすばいいでしょうかってことなんですよで私は回答を持ってるんでいろいろとお答えしてきたんですけども、まあ、あえてそれはねここでは言わずにタカさんなりにそれはどのようにお答えするのかってことを今回ね聞かせていただくことで221話を閉じていこうと思いますじゃあ222話こちらはね非常に注目の回答編になると思いますので皆さん次の動画もお楽しみにということでございましたじゃあタカさんよろしくお願いします